テルルは原子番号52の元素。元素記号は手。第16属元素の一つ。語源は、ラテン語のテレスで、これは地球を意味するとともに、ローマ神話の第一の女神、テルースの名でもある。また、周期表情で、テルルの一つ上に位置するセレンは、ギリシャ神話の月の女神の名である。金属テルルと無定型テルルがあり、金属テルルは、銀白色の結晶で、 六方症構造である。テルル化合物は、ニンニク臭を帯びるものがあるが、単体は無臭である。金属テルルの比重は6.23に、有点は、摂四449.51度、沸点は、摂百988度。酸化力のある酸には溶ける。ハロゲン元素とは激しく反応する。酸化数はマイナス2、プラス2、プラス4、プラス6化をとる。また、 科学的性質はセレニアイオーに似ている。燃やすと二酸化テルルになる。天然に元素鉱物として単体やテルル金銀鉱物、テルル銅鉱物、テルル塩鉱物など多数で存在する。環境中に存在する量は少ないが、テルル単体及びその化合物には毒性があることが知られている。単体に触れることは稀であるが、多くの化合物を生成して環境中に露出。 体内に入りやすくなる。例えば二酸化テルルは、軟水溶性であるものの強酸や強アルカリには不安定である。テルルは、体内では、代謝されて、ジメチルテルリドを生成し、呼気がニンニクに似た悪臭を帯びることが知られている。さらに、硬活、軽民、食欲不振、悪心発汗停止、頭痛、呼吸困難、指、顔、歯肉。 顔に青黒い反転が現れたり発疹を生じる、皮膚炎、口に金属味を感じるなどの症状が知られている。これらは主に鉱山労働者に多く見られた症状で、暴露から遠ざけると改善している。反復暴露やラットなどを用いた長期間暴露試験では、臓器の異常や再規性が報告されている。日本では特定標的臓器毒性の区分に分類している。 1782年に F.J. ミュラーが単体分離、1798年にクラプロートによって命名された。地殻中の元素の存在度は決して多くなく、非金属に並ぶ上、精錬量も少ない。天然には火山や温泉近くの鉱脈などに自然テルルや化合物鉱物としてわずかに含まれる。テルル単独の採掘は行われず、 銅の精錬の副産物である電解スライムから分離生成する。しかし、同精錬方法が、湿式精錬への変更に伴い生産量の伸びは鈍化している。工業便ンによると、テルルの埋蔵量は3万8000トンである。上位からアメリカ合衆国、ペルー、カナダ、いずれもズリなどを含まない、テルルの純分量である。 2000年時点の年間生産量は322トン。上位からカナダ、ベルギー、アメリカ合衆国、ペルー、日本であり、上位5カ国で生産量の82.3%をまかなう。2010年の日本国内生産量は46トン、輸入は16.3トン、輸出39トンと報告されている。テルルにはいくつかの安定度体があるが、 2.2024年の半減期を持つ128手や7.9020年と、こちらもまた非常に長い半減期を持つ130手もあり、これらの方が安定同位体よりも存在量が大きい。このような一つ以上の安定同位体を持つ元素の中で天然放射性同位体が安定同位体より多く存在している元素は、ペルルの他にインジウムとレニウムがある。 ありがとうございます。